した時間だけが私たちの思い出だからごめんなさい、騙し続けてごめんなさい、あいつらの嘘に気づけなくてごめんなさい、あなたたちの思い出に勝手に割り込んでごめんなさい、心地いい嘘に夢中になってごめんなさい。私がみーちゃんのことを調べてさえいればドリーと再会させることができたわ。実験の正体も分かってドリーはきっと死なずに済んだのよ。二人の間に身勝手に割り込んだ私が全部悪いの。この償いは何でも。じゃあ海に連れて行って あと遊園地でジェットコースター乗ったり動物園でカバさん見たり飛行機も乗ってみたい。それでフィンランドのオーロラとかハワイでイルカさんと遊んだりマチュピチュのリャマさんも。いやいや多すぎでしょ、世界一周する気？本当はね、3人一緒ならどこでもいい。ダメかな。相変わらず人の言うことを無視して自分の意見を押し通すわね。わがまま力高すぎだぞ。ほんとしょうがないんだから。